青木春夫藤田航空とはかつて日本に存在した航空会社である航空機使用事業免許第1号。戦前、日本の航空機メーカーであった立川飛行機のテストパイロットであった青木春夫が不定期航空事業の認可を受け、青木航空として1952年4月26日に設立され、9月からセスナ170で運航を開始した。 全日空に連なる企業としては合計活小規模ではあるが青木航空が最も早く設立及び運行を開始している。その後、資本金の増資に伴い日本由来航空そして藤田航空と社名を変更された。主に伊豆諸島を中心に運行していた。また全日空から羽田八丈島などの路線を移管され定期航空路を運行していた。 しかしながら営業状態はかんばしくなく1963年に航空事業から撤退することになった。そして11月1日付で全日空へ九州合併された。営業停止直前の1963年8月17日、デファビランドヘロンが八条島離リク直後、八条富士山腹に墜落する事故が発生。この事故で乗員乗客19人が犠牲になった。 当時、事故機のヘロン JA6155 は、東亜航空へ対応中だが、フォッカー二27フレンドシップが定期点検中で、団体輸送のため、藤田航空へ帰席し、臨時便として運航されていた。なお事故原因は確定されていないが、エンジントラブル説が有力である。ありがとうございます。